はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A の最大公約数最小公倍数丸2をお送りします。で、前回の続きなんですが、まあ、違うタイプの問題ね、今回3問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらってちょっと厳しいのがあれば、今からね、自分の方が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず丸1からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番が、2つの数。が、まあ、あったとして、その積が6300なんです。かけたものがね。で、最小公倍数420って分かってて、その時、その2つの正の整数の最大公約数を求めようという問題です。で、これはですね、ある公式を覚えてほしくって、僕が取り上げたんですが、まず、じゃあ2つの正の整数、ここね、これ AB ってちょっと置いてみます。で、おそらく教科書とか、あとワークとかでもよく使われるのが、まあ、この最大公約数、この G で、この最小公倍数 L ってよく使われるんですけど、で、この4つ使った公式があって、2つの数、かけるじゃないですか、積。かけたものは、最大公約数と最小公倍数かけたものと一致しますっていう。これ覚えておくと便利です。はい、確かめても必ずそうなるんですけど。なので、今回ももろにそれを使うだけです。積かけたものだからね、それ6300って分かってるので、6300イコールそのね、最小公倍数の420と、あれ分からないんで、じゃあ一応今回まあ N とかにしようか、まあ、G のままだちょっとね変な感じするので、なので 420N と、で、あとはこれ両辺で420で割ってしまえばいいから、ちょっと0切っちゃおうか。で、42で割ると1、210だから5か、15ってことで、最大公約数は15でしたよと。まあ、これはもう公式使ってすぐ倒しちゃってください。で、ちょっと他のも出てくるんですが、それぞれ3番で取り上げますので、少々お待ちください。では、2番いきましょう。下の幅ギリ足りるかな。で、2番はですね、すごいシンプルで、6と129っていう数字が互いにそうですか？互いにそうじゃありませんか？っていう。ただそれだけです。だから勘でやっても当たる可能性あるんだよね。二択だからさ。で、なんでこれ取り上げたかっていうと、互いに素っていう状態をちょっと理解してほしいなと思って取り上げました。で、互いに素っていうのは、簡単に言うと、その二つの数、あるじゃないですか。最大公約数が1だったら、互いに素なんです。例えば、5と10。これって最大公約数5なんだよね。だから1ではないので、これは互いに素じゃないんですっていう状態。これは互いに素で、一番まあ分かりやすいというか、共通で割れるものがあったらもうアウトなんだよね。だから今5と10だったら両方とも5で割れるじゃんか。割れるってことは公約数として、まあ約数として持ってるっていうことなので、だからこれも6と129、あ、同じもんで割れねえかなって。で、しかも片方が6だから、6って2と3しかいないんでしょ？ 1 以外だったら。じゃあその2と3で129割れねっかなって考えると、3で割れるんだよね。129って割り切れるでしょ？ってことは、129は、こうやって約数として3を持ってるので、公約数、まあ、最大公約数が3なんだよね。じゃあ、1以外のものを持ってしまってるので、答え。互いに、そうではないと。これが答えになります。まあ、今回は片方が数がねちっちゃいんで、まあ、2と3で確かめればええやんってなるんですけど、もし数がでかければそれぞれを素因数分解して、で、同じものが出てきたら両方2持ってんじゃん、両方7持ってんじゃんみたいな感じになったら、ダメです。例えば数ちょっと取り上げないですけど、じゃあある数とある数素因数分解しました。で、こちら 2×5÷2÷11 です。片方がね。で、片方が3×3÷7×、どうしようかな。13とかにしようか。これ、両方とも計算すると結構大きな数になりますけど、3桁以上の数になりますけど、これ、どう見ても、同じ数字を持ってないので、約数共通なのがないんですよ。公約数がないのね、1以外。だから、こういう関係になったら、互いに素と
いうことができます。1以外持ってないんでね、っていう確かめ方をするといいと思います。もし数がでかければ。では最後3番ですね。でこれは1番とちょっと似てますけど、最大公約数が書いてある、最小公倍数も書いてある、で2つの自然数の組を全て求めようっていう問題なので、これが積を求めようだったらこれでいいんだよね、積だけだから。でもそうじゃないのでいけないと。で例えばじゃあこれ使っていこうぜと思って AB、ね、2つの自然数の組だからかけたものね、 AB イコールこれかけるこれってやって、じゃあそのね2つの数字をかけてこれのかけたものと一致するのを探そうっていきたいんですけど、かなりでかい数になるので、これがちょっとしんどいんですよね。そうなるとしんどい。じゃあどうするかっていうと、これはね置いていきます。最初でどう置くかっていうと、今2つの数があるじゃないですか。で2つの数をじゃあ A と B ってちょっと置いてみようか。これね2つの自然数 AB と置きます。その時に A っていうのは 12A' B っていうのを 12B'。 ただし A' と B' は互いに外、こう置くことができます。でこれはどういう状態かっていうと、まあ2つの数があるじゃないですか。で最大公約数が12なので、必ず 12× 何とかになります。約数として12を持ってるってことは、12に何かをかけた数だから、必ず両方ともね。だから 12× ほにゃららなんだよ。でそれぞれ A' と B' ってものを何かをかけたかわからないけど、かけましたと。で大事なのは互いに素なんです、今回これは。でなんでこれを書かなきゃいけないかっていうと、A' と B' が互いに素じゃないとしたら、それは1以外に共通のものを持ってるときでしょ。例えば2で割れるとか、さっきみたいな状態、3で割れるみたいな。もし A' も B' も3で割れるんだったら、これ3でかけて最大公約数36に変わってるから。だって12に3をかけて、12に3をかけて36って両方持ってるわけだもん、もう。そうすると問題として成り立たなくなってしまうので、だから互いに素っていうのを必ず書いてください。途中式を書くんだったらね。でこう置きます。でこの状態でこれを使えば OK。 まあこれを使わなくてもちゃんとした公式もあるんですけど、でこれを持っていくと A と B がこれなので、まあ12の2乗 A'B' 今かけたものね、これね。でこっちが 12×420 となります。で両辺これを12で割ると、あ、12じゃねえや、12の2乗で割ると A'B'、 まあこれ2乗は消えるので、ここが3で36、6じゃ35なのか。 A'B' イコール35となりました。でかけたものが35だったら探しやすいじゃないですか、探しやすいと。でこのコンビを探します、今から。で、あ、今回ごめんね、これ置いた時にちょっとこうしちゃいますね。どうせ組み合わせを探すだけなので、まあ、B の方が大きいよって置いてしまいます最初で。 A' と B' かけて35っていうのは 1×35 もしくは 5735 の2通りしかありません。だから A'B' イコール1と35もしくは 5×7 しかないんです。で最初にね B のが大きいって設定したので、逆をやんなくていいの。必ず B のが大きくなるって分かってるから、35の1とか7の5ってのは考えなくていい。まあどうせ同じ答えになるからいいんだけどね、考えても。でこう分かったので、よって、まあ、A と B2 つのね数字の組み合わせは、そのここに戻って A'1 入れると12、35入れると 12×35、待って、10は350になる、420か。420。てか、もともとこれだからそうだね。420で、で、こっちが5を入れて、60と7だから、84か。入ってる？あ、OK だね。そうです。なので、この2つが求めたかった2つの自然数の組という感じになります。なんでね、こんな感じでぜひね使ってみてください。まあ、ここの部分ね、 L イコール A'B'G みたいな
公式もあるんですけど、どうせ入れて計算すればここに持っていけるんでね、あんまり自分は意識しないんですが、ひとまずここはね、2つの積、ね、数をかけたものは最小公倍数と最大公約数をかけたものと一致するよっていう、ここはね、ぜひ覚えておいてください。では今回は高校数学数 A の最大公約数最小公倍数丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回もね、まず丸3まだ続きますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。